機能していたなというところで、何か選手のコーチからご指示とかあられたんでしょうか。もうゲーム彼らとやるのはもう3つ目なん で、 コピドグでやられてるし、彼らすごくプレーも変えてないから、誰がシューターかっていうのも選手もよく分かってたんで、あんまりこうちっちゃいことを細かく気にせず、もうずっと一生懸命やれてで、経験ない選手が多いから、そこが大事だよということは、そのようなことは言いましたね。はい、そこが良かったかなと思います。ありがとうございます。今やはり愛田選手が今日かなりハッスルしていたなという印象で、この優勝だったと思うんですけども、今シーズン愛田選手の良かったところとか、そういうところでありますでしょうか。だから年も年なんで、彼は、はい、しんどいシーズンが、しんどい時期があったと思うんですけど、いつでもベンチでゲーム始まる前にみんなに、元気出すようなアクションを取ってくれて、本当にワンシーズン助かりました。最後に、明日、最後のゲームになると思うんですけども、明日勝利をするために何か今日と変えることとか変わらないと。いや、もう変えることはもう全くないです。とにかく一生懸命やってて、スポーツだから、もう絶対勝ち負けあるし、こんなシーズンもあるから、お客さんが来た人が、つまんねえな、これ、みたいな風にならないように、一生懸命やると、それを見せるっていうのが一番大事だと思います。ありがとうございます。それでは、山田選手の会見を始めたいと思います。まず本日の試合振り返って、感想をお願いします。前半から、全員で、ディフェンスから走る展開っていうのもできたので、ガードがボールプッシュして、でジョージさんとかインサイド陣もリバウンド取ってくれて、そこから速攻っていうのが、チームとしてできたので、試合通していいバスケットができたかなと思います。はい、ありがとうございます。それでは質疑応答に移りたいと思います。ご質問のある方から挙手でお願いします。東方ワンの田中です。よろしくお願いします。まず今日は勝利おめでとうございます。おめでとうございます。明日でレギュラーシーズン最後の試合だと思うんですけども、はい、さっきヘッドコーチがおっしゃってたんですけど、来てくれたブースターの方に楽しんでいただける試合にしたいとおっしゃってたんですけども、ジョーラ選手はどのように明日の試合に準備して、お客さんに楽しんでいただこうかなと思ってらっしゃいますか。本当に今明日で最後の試合なので、コートに出たら全力でプレーするのはもちろんなんですけど、もう本当に最後みんなで勝って、ブースターの人にも勝利を見せて終わりたいなと思ってるんで、勝つために全力でプレーしようと思います。ありがとうございます。はい、次に質問の方いらっしゃいますか。最近出場時間が増えたと思うんですけど、今シーズンなかなか出れない中で、ジャーラ選手が残せたものというか成長したものってどういうところでしょうか。まだやっぱり結果として何か残したっていうわけではないんですけど、そのリバウンドとかルーズボールとかディフェンスとか、やっぱりそういう泥臭い部分はコートに出たら徹底してやらなくちゃいけないっていうのを自分で思ってるんで、でそこにプラスでオフェンス面で3とかそういうところがついてきたらいいなと思ってるんですけど、まだそこまでうまくいってないんで、そのディフェンス、リバウンド、ルーズとかそういうところは、そういう発生プレーは自分の中で意識してるんで、そういうところは成長できてるかなと思います。B2 と B1 の違いとかいかがでした。でもやっぱりフィジカルのところとか、やっぱり B1 だとフリーは大体決めてきちゃうんで、そんなにディフェンスも切り抜けないし、あとは外
国籍選手の高さとかその辺はやっぱり違うなと思います。ありがとうございます。ぜひ明日も帰ります。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、241でした。